両腱座矮星は両腱座の構成である。非常に赤く見えることで知られる。両腱座矮星は半規則型変更性で160日の周期で変更している。前天で最も赤く見える星の一つであり、炭素星の中では最も明るく見える。赤外線領域の放射が非常に大きく。 太陽の22000から87000倍もの放射をしていると考えられている。量検座矮星のような太陽の数倍程度の質量を持つ恒星は、核での水素からヘリウムへの核融合が終わると、ヘリウムから炭素への核融合が始まる。このいわゆる赤色巨星の段階では、外装は膨張して冷え、放射は電磁スペクトルの赤端に背にする。さらに寿命が近くなると、 各融合性生物が対流によって核から外側に移動するため、大気の炭素濃度が上昇して一酸化炭素やその他の化合物を形成する。これらの分子が短い波長の光を吸収することにより、通常の赤色巨星よりもスペクトル中の青色や紫色の成分が少なくなるため、非常に際立った赤色を呈するようになる。了見座矮星は、 ヘリウムから炭素への核融合の最終段階にあると見られ、その太陽の約100万倍もの強烈な構成風によって、年に太陽質量の1万分の1もの質量を失っている。いずれは現在の50倍もの速度で質量を失い、最終的に残された核が白色矮星となると考えられている。型有名のラスパーバは19世紀のイタリアの天文学者、 アンジェロセッキによって命名された。その美しさに感激した彼はラテン語で壮麗なものを意味する名前を付けた。2018年8月10日、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは両県座外製の固有名としてラサプザーバを正式に承認した。ありがとうございます。